お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュライルやっていくんですけど、今日はですねこちらのゴレデッキ紹介していきたいと思います。でこちらですがめちゃくちゃやばいです。こちらね、あの見ていただければわかるんですけど、今グランドチャレンジの勝率ですね、まあ、ロワイヤル API というサイトがあるので、まあ、それ一応概要欄に貼っておくのでね、そっからこういろいろデータ見れるので皆さんもこう参考にしてほしいんですけど、今のグラチャレの勝率が一番高いのがねこのデッキで、なんとね 83%。 この数字はねマジで見ないですね。 80% 超えがまあ年に何回かあるぐらいで、 81%、 82% はでもあんま見ないよなっていうところで 83% 出ました。はい、というわけでマジ強いです。今の環境デッキに全てに勝てます。というのも、まあ、ゴブドリだったり、あとエレジャイにも謎に勝率がいいです。というのも、まあ、エレジャイの弱点である施設がね入っているのと、あとエレジャイ最近インドラがね入ってて、ラボとかにもね最近インド入ってんのかな。でそこに対してエレクトルウィザードが刺さるよねっていう、まあ、ゴルにエレキがねまあ珍しい。でエスペラトルネファイボという組み合わせで、もう本当環境をめたったゴーレムですので、今の環境を勝つなら、このゴレねすごいおすすめかなというわけでやっていきたいと思います。レッツゴー。さあよろしく。でまあこれどうだね、初手ゴレできたらしてもいい気はするけど、オリにもあるし守れないことはないよねっていう。前まで言っちゃえばアイスイズとかで使われてた枠が、エレキに変わってるって感じかな。で、まあ、ファイボっていうのは、まあ、環境マザーネクロだったり、まあ、そんなとこだと思います。で、アッチャーベビー。今回の相手のデッキもちょっと珍しいですよ。アッチャーベビーってあんまいないですからね。アッチャーベビー。さあ、か、ネクロネクロ見ねえな。さあ、これ、結構やだな。あのネクロやっつけとかないとちょっとだけ怖い気もするよね。いやこのベビードラのもう気分、あこれキング移動できるですね。あこれでかいね。さあキング移動して、まあ、あれはエレキで踏もうか。ダークネクロはねネクロに結構弱い方ですから、これ直接踏んでもいいか。さあキング移動できたのはね結構でかいですよ。まあ、ネクロ枯渇みたいな、まあ、これはちょっと勝っていきたいね。まあ、相手の中身がまだ全然見えないから行っちゃうか。んどん。やっぱキング起動できてるので、相手の主軸は今回ね、一応今んとこゴブリンバレル。だから、最悪守んなくてもいい。で、このデッキ、こう環境には強いんですけど、今の環境はやっぱあんま枯渇とかね、いないんですよ。やっぱボンバー流行ったりだとか、ファイスピが流行ってて、あ、ベッカかよ。だから、まあ、打っときはないよねっていう。で、スケルトンラッシュもマジでいない。そう、だからそういうね、感じでトルネファイブになってますね。これも。このなんかいい感じになんねえのかな。さあ攻め取るねで、いやいやいいや強い。で相手はファイボ防衛と。よしよしよし。ベビドラの範囲プラス、まあゴーレムの爆破で相手のこう攻撃ユニット処理できるとめちゃくちゃ熱いですね。カウンターが来ないっていうのがね、まあ大事になってきます。さあ、コカちゃんですね。ペッカコカツ。なぜペッカにした？なぜコカツにした？それで。こう来たらまあボンバー出すぐらいか。まあワンチャン無視でもいいけど、ああ、タイミングが。下のゴレの後衛についてほしいっていうちょっとだけわがままなねボンバーです。あーこれですね、もうこれもぶっぱしかないですよね。でネクロは、まあ、トルネファイブを使うのがややもったいないけど、まあ、使ってもいいですよね、相手のユニット見つつね。でエレキはね今回相手がインドラとかいないからそこまでこう活躍するようなシーンはないね。これなんならファイブいらない。ベビドラの範囲攻撃が強すぎてファイブなくても良さそうでしたけど、いやこれねもう最近はねそのデッキによってというか中身によってはね全然違うかもしれないんですけど、もうゴレでペッカに勝つとかもう余裕みたいな当たり前でしょっていう時代になりましたから、昔はねマジで、ね、ゴレでペッカに勝つなんかまあ無理よ無理無理そんなの不可能よめっちゃすごいじゃん勝ったらみたいな感じでしたけど、もう最近はねなんか知らんけどゴレでペッカ勝つの余裕だよねっていうぐらいまで、まあ、勝てるようにはなってきましたからね。さあまあでかい勝利ですね。さあよろしく。最強族だ、最強族来た。麦単独ですね。さあオリエボンバー、なんかさっきもこんなデフだったな。初手にこうねゴレダクネセットあるとね初手ゴレっていう技もまあできないことはないですけど、まあないし待ちますか。どうだろうな、ボンバーぐらい使ってもいい気がするけど、やっぱボンバーってね今流行ってるゴブドリとかなんかね、優秀っすからね、ほんと、ニコスかよっていう。マジでね、強すぎる。まあ、ニコスで、
相手のウッドとかタルババやっぱ耐えるから、まあタルババは延命されなければまあやれるけど、ニコス同士でね、耐えるのが強いですよね。だから3コス、ヤナアメとか使わないと言ったら、多くのボンバーね、やれないわけじゃないですか。その時点でもアド取れちゃうですからね。アーチャーとか、サンガゴとかがヤナアメにやられるのは、まあ3コスユニットでね、3コスでやられる。まあ当たり前なんですけど、ボンバー2コスのね、ウッド、タルババ、その辺全部雪玉ザップ耐えれますから、そこがね、やっぱ強いとこですよね。マジックアーチャー、ホバリング、ファイアボーでやれる。マザリングもね、ファイアボーでやれる。めちゃくちゃ強いけど、コストは、まあ、トントンっていう。けど強いみたいなね。で、ボンバーはもう、そのトントン理論外れてますから。そうなると、まあ、今後はね、ウッドだ、ウッドで、ほんとね、死んでもいい。ウッドで死んででも弱いのかな、とか、まあ、思いながらね。それなら、じゃあ、3コスに戻して、もうちょっとこうね、性能いじってもいいんじゃないかっていうのも、思いはします。さ、初手すげえ暇なんですよね。そろそろ行こうかな。手札を動かしとかないと、ケツゴールとかされちゃった時困るんでね。さあ、インドラですね。もうインドラはね、ここ最近エレジャイか、まあラバか、ぐらい。エレキ入ってるからね、インドには。それがね、もうちょっとレア。もうゴレエレキなんか、マジで見ないですもんね。これインドラもね、いるのが嫌です。全然俺のなんか思ってたけど違うんです。さあ、何やってんだよ。びっくりした。で、これ近畿道されるかな、もしかしたら。あ、違う、俺も思ってたけど違うな。なんかフリーズのボーラー入りとかだと思ってたんですけど。さあ、体育早く出したいけど。うわ、ライトニングだ。でもこれエレキが見て、ゴレにエレキっていう、マジでありえないじゃないですか。相手ライトニング使ったからね。いや、マジでありえないのが強いよねっていう。これユニット足してからの最後にトルネでいいんじゃない。なんかトルネいらねえな。いや、エレキがね、マジで、そう、大活躍ですよね。最近ないからね。ゴレエレキでも、2年ぐらい前はね、ありました。しかも、僕がすごい愛用してて、それも。そう、ゴレプリンスエレキのタルユキライトとか流行った時代もあったので、まあなくはないよねっていう。普通に強いよね、インドラ、枯れる。大型環境でインドラがどのデッキにも入っているからこそ、まあ成立するね、エレキ。しかもゴレにエレキ、マジで、サプライズって感じで。あえてもびっくりですからね。あ、これドリルに対して今ボンバーなくなったの、これ結構嫌っすね、僕。お出しますけどね。なんかね、攻められるとやっぱきついけど、あんま考えない方がいいんですよね。こういうのも。でも考え、これでも無視したら痛いのかな？折れちゃう？これもしかして。あ、いちいち交換ぐらいでいいんじゃないですか？知らんけど。なんかこう、ゴレ使いはこう、みんなね、形組んでる気がするんですよ。で、これを守られたら、もうね、相手が上手いとしか言えないですよね。さあ、ぶっぱしたら、これは止めれないっすよね、普通は。ね、いろいろ頑張って。やばい、SP。あ、いい防衛されてる。いい防衛されてるよ。なんだなんだ。めちゃくちゃチンパンなんですけど。まあ、サイクル上、こうなるのは仕方がないと。で、400まで行っちゃえば、まあ、ぶっちゃけ僕、400なら落とせるじゃないですか。なので、こっちをちょっとね、意識したいですね、防衛を。さあ、ウォールブレーカーとドリルにはボンバー。で、ファイブ防衛で使ったから、僕のボンバーが行かれることはないよねっていう。よいしょ。これ、足前くるとかいいんじゃないのかな。ヤンキーかな。いや、こうなのね、一回端前じゃなくて、しっかりケツで行くのも大事なんですよね。さあ、焦って端前行っても、結局綺麗に防衛されたりするので、ここでね、後ろから行きます。もうゴールだけで、まあ、組むだけですけどね。一回組んで、あとは様子見。マジで環境に強いから、こんなね、ドリルとかも余裕ですね。ゴールだけのベビー止まんないですからね。あえてもこう、グッドゲーム言ってますけど、どっちのグッド、これファイブ打っていいと思うんですね。ファイブ打ってテスラが溶けて、でもドリルで誘導されてみたいな。もう来たっすね。こうエレキで踏みたい。さあ、いいエレキじゃないか。おいおいおい、いいよ。そこそこに、いや、今の相手のね、ウォールブレーカードリルをエレキだけで耐えれたのはでかい。で、一回降り置いて、まあちょっと防衛も意識しながらの、相手も攻め5とかね、いろいろやりたいでしょうから。ちょっといろんな位置にね、ユニット出してあげて、うちのボンバーが行かれると。で、ここでもう一回ケツゴレなんですよね。これがね、大事。
で、ダクネ展開しつつ、かな、もう一回手ブッパーしてきそうだけどな。一回これ守られんのかな。俺いけると思うんですけどね。さあ、暇なんで檻置いときましょうか。で、ボンバーもいて、真ん中バルキー嫌だな。あ、でもボンバー優秀。ドリル攻撃してる。いや、でも一応カバーしてあげて、ナイス。これ、端前ゴーレムとかね、もう一回行きたいよね。そしたら多分ね、単純にこうユニット量止まんないよね。で、ここで相手が、もう防衛せずに攻めてきたら、僕はね、やばい。まあ、防衛トルネットみたいな。あ、防衛してますね。防衛してるから、攻めてあげて。やっぱベビードラとかも、ダックネが一生飛んでる、飛び回ってるよね。さあ、いや、すごい。エレキがビリビリしてる。ナイスグッドゲームというね。もう本当に今の環境すべてをめとったらこうなりましたっていうデッキなので、結構強いと思いますね。あと、檻あることによってね、防衛が楽ですよね。その、ゴレを出すまでの過程でやっぱね、大ダメージ受けたりとかあるじゃないですか。そこをね、檻でこう待ったりだとか、時間稼げるですからね。これちょっと金ギドしたいな。あ、ベビードラー、ベビードラが火吹いた。まあ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 、ちょっとできたらよかったぐらい。なんかね、攻めファイブをされると嫌ですよね、ボンバーに。で、今回の相手も、高回転ドリル。いや、ダックプリ入ってるから、ムートとか入ってる、インドラとか入ってる。あ、そうですね、陸で攻めるドリルな気がする。だからこれちょっと高めで出して、あ、でも高回ダックプリユーノのドリルなのか。で、エレキだと多分思ってないから、インドラとか来たらいいけど、多分いないですね。ダックプリユーノの高回転ドリルっていうやつですね。中国の選手が使ってた。まあ、なんかこう、陸でね、両サイドプレッシャー与えたい人が使うような編成なね、ドリルデッキ。あ、ポイズン。ポイズンはちょっと話ちげえな。今の環境はポイズンいないですからね。スケラ、やっぱいないですし、マーザーネクロ無双してますから。そんな中のこのポイズン採用は嫌ですね。さあ、ボンバー強いよ。ボンバーマジ強いよな、今の環境。間違いなく下方来ていい。しなきゃダメですね、ぶっちゃけ。うん。さあ、ベビーの受けがうまい。いやー、これうまいね。キング起動ね、できたらしたいけど、ドリルちょっとしにくいよねっていう。うん。で、今俺の手札だと、次のね、相手のドリルとか受けるのがめちゃくちゃむずい。で、相手もそれを分かってて、すごい攻めてきますね。間違いなく来るから先に出しちゃって。いや、いい。ダクネが強い。雪玉！いや、でも、まあ、ダクネがやられる前にやられたのは良かったのか。これ、ポイズン雪玉、ちょっとどころじゃねえな。結構嫌ですね。うんで、一応これは橋間優のを警戒するようにね、これ出していきます。ケツゴレした瞬間に橋間優のでダメージ稼げられると、もう一枚こう陸受け使わないと、あ、手に虫がいる！マジで虫嫌いなんですよね。ああ、で、ドリルを防衛に使ってくると。相手もエレキ、ああ、テスラで、なるほどね。いや、おしゃれっすね。めちゃくちゃおしゃれじゃない？その防衛。その防衛方法あんま見ないっすよね。さあ、で、ケツダクでね、棒ポイされるからな、絶対。ポイズンで溶かされるから、ここでボンバーに、ああ、そう、ポイズンとか使ってくれたら、俺のこのダクネが生きるよねっていう。まあ、問題は2周目がね、相手、回転早いから全然来るっていう。で、テスラをそこに挟いたら、隅っこベビドラもきついよねっていう。いや、これ待って、ゴレに竹がいかない？うわ、バカ。もうなんか、このしょうもない、変な、もったいないのがあるっすね。せっかくチャンスだったのに。でも相手は回転が早いと。いや、これマジでね、最初にも言ったんですけど、環境に強いです。でも環境で、ポイズンなんかいません。マジでこれ見たことないです、本当に。だから、環境じゃないですからね。これはしょうがない。軽いなんかね、負けそうだから、言い訳言っておくと。環境じゃねえからな。で、テスラは強いけど、いろいろ残ってワンチャンいけないかなっていう。ワンチャン最後に押し切れる説あるっすよね。クラロワあるある。ラストワンターンで勝つっていう。あれで、ボーポイがむずいぞ。むずいぞ。いやー、ボーポイしてきた。でも、エレキがマジである。マジである。あれくれベビー。ベビーの気分。お、来た！勝っちゃった。マジか。これは、まあ、我慢しましたね。僕がこう、毎回ボンバーに相手にポイズン出したりだとか、いろいろ我慢したことによって生まれたね。いい粘り勝ち。ナイス！
いや、バカ強いよ。だって今のファイアボだったら、もうほぼ勝ち確、勝ち確レベルで、ポイズンなのに勝てちゃったかな。さあ、これ最近強いのは、やっぱそう、ポイズンとかもいないですからね。ダークネクロがね、ファイアボ環境で生き生きしますよね。これ、ディガーだったからちょっとデッキわかんないな。一回降り置きます。ね、ドリルじゃないですね。ディガーメガゴ、ラバかな。ラバっぽいね。で、今は、あ、エレジャイ、ん？なんだ、ジャイか。これエレキ使ったらダメだったな。オリも使った。待って、これジャイだったらやばい。違うことに乗る。いや、でもジャイっぽいな。すごい。うわ、ジャイだな。これ結構やったかも。結構嫌ですね。いや、でもそこそこに俺のボンバ生きてほしかったな、これ。まあ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 、ジャイ、ジャイだ、ジャイだ。この陸受けがね、やや大変です。まあ、スケとかないので、まあ、エレキと檻でね、なんとか耐えたいねっていう。よいしょ。これ耐えれるんじゃない？ああ、ま、耐えただけマシ？耐えてしまえば、ワンチャンあるよねっていう。まあ、ジャイプリ組まれるだけきついですね。スケルトン欲しいけどね。さあ、大ダメージ受けてしまったものの、まあまあ、まだありますね。全然。環境1位を舐めんなよっていう。ところで、これ500ないでさ、守るかどうか悩むな。うわ、もうこれ、来ますよ、ジャイ。ジャイ、組むだけ理論。相手のね。これ、範囲で。ベビドラのこの範囲とさ、うわ、いい。いいね。で、ここでまあ、5打たれると、まあ、カウンターができないっていうね。まあ、カウンターがしょぼいから。相手のこう、悪い攻めではないですよね。いい攻めですよね、なんなら。もうダックプリとかそう、プリンス単体きついからな。これ。これやばいっすよね、僕。これエグきつっす。まあ、ボンバー出して、からのユニットでいいんじゃない？いや、これマジで573僕守りますよ。守れんのか。守れんのか、俺。いや、守りますよ。言ったから、俺。よし。マジで気持ちは、エレキ逆いけ、いやこれ、やばこれ待って、ファイボなんか打たなきゃよかったかな。一撃で決めないといけない状況だったので、ファイボ打たずにが正解だったのか。いやでも、いやワンチャル耐えて、どっちに打つ？いやー、やめてくれよー。いや、惜しいな。惜しいが、だがしかし、惜しい止まりですね。あれ、ファイブ打たずに、ベビードラ追加して、もう一枚追加してとかしとけば、ワンチャンあったかなっていう。まあ、ジャイプリとか、環境じゃないんでって言っとけば、まあ。まあ、まあ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 。いいでしょうっていう。インドラ引きたいね。最初みたいな感じで、インドラ系ね。引けると激アツのね、エレキがぶっ刺さるよねっていう。さあ、よろしく。いや、マジ、なかなか、初手にゴーレム引けませんね。ボンバーエレキ。なんかこう見るともうね、ゴレに見えないですよね。ディガーか。珍しいね。みんな、使わないっすね。嫌いなのか、ゴブドリ。ディガーいけてますよ。どうしたっていう。なんだろうね。バルーンとかは？バルーンはね、檻とあれあるから、取るね、あるし、対空ちょっと多めだから、悪くはない気がするけどね。さあ、バルーンっすね。で、こういうの絶対来ますよね。マースケミリ残ってて、バルーンディガーがね、来るぜ。まあ、檻取るねだけ構えて、あ、逆サイかーいっていう。これ絶対吸える。これ多分なんかユニット読みだと思いますね。まあ、これはもう美味しくね。本当に美味しく頂戴いたします。ありがとう！まあ、これがね、バルーンです。あと、エレキもね、空にちょっと強いから、で、ここで、ケツゴレをすると、相手の次のバルーンが、やっぱサイクル上きつくなってくるから、いや、でも、してもよかったかな。一回待ちたいなと思います。エレキ5あれば、バルーン守れるから、確実に勝ちに行きたいっていうね。
芋ってまでね、コーストも、あ、まあ、序盤にダメージ受けなきゃね、逆にこう負けないっていう。で、ここをバルーンに、とディガーにね、ファイバー当てれると、いい防衛ができますよね。さあ、で、これもね、安心安全ですよ。なぜなら次攻められてもトルネードあるから、ね、なんかまあ、オリープラストルネードでもいいし、まあ、なんかトルネードだけでもいいですしっていう。そんな気がね、してはいる。けど、ここで俺はオリを置いていくっていう。謎の、なんかあんまりこう、ね、今の環境、こんなバルーンとかもいないですし、ちょっと立ち回りがね、悩み。悩み丸。うん。ちょっとあっち行ってほしいな。攻め行き来たらうまいかも。よい、耐える。問題はボムタワーだな。ボムタワーも見ないよねっていう、今。だって今、テスラ環境ですからね、今の環境、マジで。今マジでテスラの時代なんで、ボムタワーいないからね。あの遠距離マスケ引っ張りたいよな。さあ、まあマスケさえやれてしまえばみたいな。なんかいい感じにコウモリ入ってくんねえかな。まあまあまあ、一回ね、また落ち着いて、檻を置いて、で逆サイ来たらまあ、対空いっぱいあるんで、守ればいいでしょっていう。でも相手は片サイド削りたいのかな。さあこっち来たっすね。これエレキ読みっすね。ワンチャン許容もできる。許容してる？これ、ケツゴリいきます。いやー、一発入らねえんだな。強えな。今の一発入らねえんだな。さあ、抱くねえ。檻置いて。これ釣れる？やべえ、やっちゃった。間に合う。いや、間に合うんだ。俺もびっくり。いや、逆サイドも入る。これ真ん中のベビーとかでね、相手のあの、ボムやりたいよね、みたいな。で、ボンバーとか追加してあげて。あー、まずしかもなんかゴレが、ゴレが相手のボムに行ってね。そんななんか、せこいことある、俺。で、ファイブ、まあ、なくてもいいけど、打ってもいいんじゃない？さあ、グッドゲームでございます。いや、トルネー、ギリギリ間に合いましたね、なんか。ダクネのコウモリ、大体外回りしてたのめっちゃでかいね、と。というわけで、さあ、ラスト、受理勝して終わりましょうか。HH。スペードもハートも使ってるトランプゲーム大好きですね。俺と一緒。もうってゴレたくなる。もうゴレたくにしたときに、その強いのはやっぱ逆サイドをボンバーだけで許容する。あれがね、強いんですよ。だからボンバーねえから。小屋？まあボンバーないけど、小屋は無視するの嫌ですから。ベビドラあったっけ？ベビドラで小屋壊してもよかったな、ぶっちゃけ。さあ、小屋、マザネクいるとちょっと嫌だよねって。あ、でもファイボだ、俺。インドか。エレキでこれ行くじゃないですか。後ろメガナイトで踏まれたりしたら終わるんで、ここは一回我慢の、我慢ですね。踏まれるかもしれないって考えたら攻めたらダメですね、これは。一回もう捨てるしかない。で、まあ、後からこう、エレキと、あ、ベビドラとか、ユニットで守るのが正解ですね。メガナイトだった場合に負け確になっちゃうんでね。あれさ、ネクロはミリ残りしてんだけどさ、ファイブ死ぬのかな？うわぁ、マジか。いや、ベビー？うわ、これやべえな。エレキ残る。エレキやばい、痛い。スケラフリーズ。うわ、ゴーレムデッキっていうのはね、フリーズ結構嫌なんですよね。そう。スケラフリーズ打たれると。まあ、このデッキだとね、タルババとかが特に入ってないので、まあ、エレキでリセットできるのは強いですね。インドラにも強いから。っていう戦い筋は、まあ、ある。まあ、あるが、あとなんだろうね。ゴブゴヤネクロインドラか。ちょっと嫌ですね。大型強め。で、ベビドラで壊そうとしたらインドラでね、リセ止めてくる。みたいな感じだと思うんですけど、単純にネクロとインドラに、僕はね、ネクロかな？ネクロに勝つのがね、いやいや大変。あれ、撃っちゃおうかな、あれ。邪魔っすよね。いっぱい、槍ゴブも。うん。いろいろ邪魔っすよね。ん？いいんじゃない？フリーズ来たらトルネで耐えるか。いや、来ない。じゃあこれも安心安全のゴーレム行きましょう。いや、エレキいいね。マジで、今の環境、エレキって、まあ、ペッカーには入ってますけど、逆にペッカーにしか入ってないぐらいでね、使われてないですからね。やっぱマザネクになってますから。で、逆に今回フリーズだからね、俺のこの、エレキとかもすげえいける。ここで防衛フリーズ来たらやばい。おい。
まあ、ここで今来ても嫌ですけどね。いやー、うまいね。でも、ベビドラで固めたので、範囲でね、溶かせる。いや、タルババ強えな。ネクロも強え。いや、でも、流れはね、悪くないんですよね。全然悪くない。あ、試合終わったのか思った。危ない。10秒ある、10秒。10秒じゃない。何秒だね。さあ、オリオ置いてるし、まあ、流れはいい。流れは全然いい。逆にフリーズだから、俺がもうダメージさえ受けなければ俺の勝ちっていう。うん、具合見ましてね。ファイブ削りで勝てるよ。スケラ完封すればね。まあ、無理だけどね。まあ、あのフリーズ嫌だよな。なんか全部一緒に巻き込まれる感じ。さあ、いや、いいフリーズでね、確実に溶かしてくるよね。ですが、この光栄自体はね、僕溶けないから。いやー、マジか。ベビー行かれたら嫌だな。いや、勝てえな、なかなか。相手の防衛もうまいね。防衛フリーズ使ってるから、相手も逆にスキャラ打てないっていうね、流れでもある。そう考えると、攻めファイブ大事っすね。あれ、フリーズされてる時に、相手のインドラとかにファイブ打てれば、めっちゃ熱い気がする、俺。まあ、ネック、トルネファイブ打ちてえけどな。いや、なんかむず。あ、でも、エルキが。お、いいんじゃないこれ。熱くね？なんか、いい感じ。あー、俺のボンバーこれ。マジで、あれ。よくね。やらめ全部いかれる。いやー、サクちゃんですよね。あ、サクちゃん。サクちゃんがちょっと。んで、一応、スケフリ用に、ダクネから入って、おし、ベビーもやって。いや、始まりこれ。いや、いいね。いや、いいよ。流れマジ。いや、これちょっと嫌だよね。で、フリーズ来るじゃないですか、絶対。だから、ちょっと違うパターンでね。同じ立ち回りだとずっと読まれちゃうんでね。これ、柳目でも強えな。やばい。いや、ちょっと怖い。ちょっと怖くなってきた。いろいろユニットが残ってる。いや、これやばいか。いや。耐えろ。耐えます。耐えるしかない、俺の道は。よっしゃー、きたー。ファイブ、ファイブ、ファイブ、回して。ファイブ、回して。お、4秒でお前落ちんなよ、4秒で。4秒だぞ。エレキで、リセットして。オーケー、ナイス。というわけで、めっちゃ強えな。ダクネエレキが強いね。絶対どっちか生きるし、ファイブ環境だから、より両方生きるから、そう考えるとマジで強いね、これ、これ、これ。うん。久々にこの宝箱開ける気がすんな。おい、ナイス。というわけで、こちらのね、ゴレダクネエレキ、マジで、本当に弱点超少ないと思いますね。ファイブだから施設の突破むずいとかあるかもしれないんですけど、もうそんなユニット攻撃つけまくってね、無視でいいですね。はい、ゴレ落ちちゃうと思うので、ぜひね、このゴレダクネエレキバージョン超強いので使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。